皆さんまたお目にかかりました。健康ときなチーフデモンストレーターの田原栄一です。今日は視聴者の方からのご質問ということで、ご質問いただいてありがとうございます。今回は鉄道模型、前回撮りました国鉄型381系特急車、この車両を一眼レフプラスマクロレンズ、そしてシフトレンズ、さらにコンパクトカメラと、さらにスマホでも撮ろうと考えてますが、いろんなもので撮って先頭車からピントを合わせてどこまで後ろにピントを合わせることができるかという実証実験をしていこうと思います。まずはこのトキナーの ATXI100mmF2.8FF マクロでこの品の方を撮っていこうというところです。実際に今ライブビューでカメラをセットしている状態なんですが、感度200の F5 の25分の1秒。これ F5 というのは ATXI100mmF2.8FF マクロの場合実絞り表記なので、ここまで、今等倍まで行ってないんですけどね、等倍近くまで繰り出すとここまで F 値が落ちて表示が出るということです。で、開放 F 値なんですが、やはり先頭部分 GNR マークも合ってないぐらいですし、この前のヘッドライトにピント合わせますと反対側もう右目に合わせれば左目がボケるぐらいの勢いですね。片方のライトにはもう合ってないという状態です。これでひとまず撮っていこうというところですね。で、こうした場合ですが、やはり絞りを絞り込んでいけば奥までピントが合うんじゃねえかというのが一般的な理解ですから、絞りをガンガン絞って、今 F57 までいきますね。実絞り表記だからなんですけどね。で、この分シャッタースピードを遅らせていって、はい、これで1両ということに限ってはピントが合うといった感じです。25秒か。実際にはちょっと明るすぎたかなみたいな、ヘッドマークのとこも飛んでますしという感じなんですが、ピントは確かに左右とも来ました。で、1両目のもう半分からピントが来ないということなんで、 100mm マクロで目いっぱい絞ってもピントが合う範囲というのはこんな感じということが分かりますね。視聴者の方の質問はもっと長編成、これ実際は長い編成ですから、これを入れた時にどうなるかということなんですね。今構造を修正して奥まで入った状態です。少しカメラ位置を下げて全体を入れようとしたという状態なんですが、今 F51 で15分の1秒といった感じですね。これでも後ろの方がピントが来てないなというところが分かります。はい、撮れました。こういった具合で残念ながら全部にはピントが来ないということが分かります。そこで前回も登場しましたが、サムヤンの TS24mmF3.5、 これで撮っていこうと思います。このレンズですが、ティルト、T ってありますね。このティルトのロックを緩めてここを動かすと、レンズってまっすぐ本当は後軸上についてなきゃいけないのが、ここがこのように動くんですね。この動きによってカメラの向きから、このピントの位置といいますか、列車の位置が真正面じゃなくてこう斜めにしてあるんですが、この線に沿ってピントが合うように調整ができるということなんですね。このようにティルトの向きを変えるとレンズの位置とこのピントが合う、向きが、ピントの焦点面の位置がずれることでピントが合う範囲が深くなるという構造ですね。今、先頭部分から1両目の奥の方までピントが来ていると
というのが見てわかります。こういった状況です。今サムヤンの TS レンズで最短指定距離まで行ってないんですね、20センチよりもちょっと、遠い方24センチぐらいな感じ。これでティルトでピント合わせをしたな、ティルトをしてピント合わせをしたらこんな感じという状態です。 F22 まで絞って6秒という録音時間です。まあこれにするとやはりマクロレンズの時は 100mm、 今は 24mm ということもありますから、かなり奥までピントが来るといった感じになりますね。次に健康の MC クローズアップネオのナンバー1とナンバー2、まあ本当はナンバー3が欲しかったんですが、それがなかったということで、クローズアップレンズの重ね使いで先ほどのサムヤンの TS の 24mm F3.5 に取り付けて構造を作ったところです。結構ここまで大きく撮れるんですね。ただ F22 一番絞り込んでも1両目はピントが来るんですが、あとはもうピントが来なくなるということで、やっぱり大きく撮るといくらティルトを使ってもピントは奥までというふうにはなかなかいかない様子といった感じです。次はこのコンパクトカメラでどう映るかということで実証実験をしていきたいと思います。センサーサイズが小さいともちろん奥までピントが合いやすいということがあるので、おそらくこの距離でも結構被写界深度ピントの深さが得られるんではないかなと思います。コンパクトデジタルカメラで一番ワイドの状態で先頭部分にピントを合わせるとこんな感じ。まあ1両目のそうですね、1両目のやっぱり中間ぐらいまではピントが来るんでしょうか。シフトレンズよりかはやっぱりピント来ないかなといった感じもします。センサーサイズが小さければ小さいほど便利ということで、次はこれ、まあビーストグリップというグリップがついてるんで、一見スマホに見えないかもしれませんがスマホです。 Galaxy S10 で撮っていこうと思います。これは Galaxy S10 の画面ですね。これでも先頭部分にピントを合わせると中心から後ろ、そうですね、まあ1両目はなんとかピントくるかどうかぐらいのところといった感じです。やはりセンサーサイズが小さくってもここまで寄ってしまうとピントは奥まで来ないといった感じですね。Galaxy S10 で多少望遠側、4倍ぐらいになってるんですが、こういった具合で合わせると割とそうですね、2両目3両目ぐらいまでかなピントが来ているようには見えます。まあ100mm ぐらいの画角に合わせるように今構造を作ってみたんですが、やっぱりセンサーサイズが小さい方がピントが合っているように見えるといった感じはありますね。今日の最終的なこのシナノ号を撮ってみた結果なんですが、スマホのカメラで同じ構図で撮った方がやっぱりピントが奥まで合っているように見えるということで、奥をぼかしたいという意図がなければレンズ交換式カメラにこだわらなくてもいいんではないかなというのが結論になりました。とはいえやっぱり構造をきっちり合わせて撮りたいということで考えると、私の場合このビーストグリップを使って三脚に取り付けましたけども、三脚に取り付けてじっくり構えて撮るといった必要はあると思います。